ハイライトについてお伝えをしていきます。ハイライトって結構いろんな場所、入れる場所がいろいろあるんですけど、例えば、こことかここ、ここと か,、こことか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 ね、いろいろあります。で、お顔によってやっぱり入れた方がいいところと入れない方がいいところっていうのが人によって全然違います。で、ざっくり分けるとなんですけど、この正面ですね、お顔の正面に入れた方がいいところっていうのは、顔のこの前後の凹凸ですね、前後の凹凸によって入れる場所と入れない場所とか形を決めていきます。で、この外側にハイライトを入れるかどうかっていうのは、この正面から見た時の、お顔のアウトラインですね、輪郭、主にこれによって入れる場所と入れない場所っていうのを、決めていくようなイメージです。ペンタゴンメイクでは決めていくようなイメージです。なので、例えばですけど、ここですね、ぽこっとこう頬骨の印象が強く出る方っていうのは、どちらかというとこの張ってる部分はマットに見せた方が良かったりするんですが、よくこう C のハイライトを入れましょうって結構何年か前に流行って、それがまあちょっと常識みたいに定着してる方なんかもいて、そういう方はもう手の癖でさーってここが張ってるっていうのが悩みなのに、さーってここに入れてたりします。とか、あとはここによくあるこう T のハイライトを入れましょうっていうので、この部分ですね、ここの部分がすごく前に出て、どちらかというと男性的ですごくかっこいいのに、そこにさらにハイライトを出して、もうガシャーンってこうかっこいいっていう、凛々しい、こう骨張ってるっていう感じに、あえてメイクでなっちゃってるっていう方もいます。はい。なので、そういったところを見ながら、ハイライトはきちんと適材適所入れないと、お顔を大きく見せちゃったりとか、大きく見せたりとか、こうなりたい印象じゃない方向に気づけばなしてしまっていたりとかっていうことがあるので、自分のお顔がどういう特徴、どういう個性を持っているかっていうことをきちんと知ることと、あとはどういう印象になりたいのかっていうのも、なかなかすぐに即答できるものではないですし、20代の時は可愛く見せたかったけど、30代は綺麗に見せたくて、40代になったらやっぱりもチャーミングに見せたいみたいな、可愛く見せたいに戻ってたりも全然いいと思うので、その時その時で演出したいシチュエーションだったりとか、その人がその時にどんな人たちと会うのかっていうのでも全然違うと思うので、そういう風に考えると、自分の特徴を知っておくっていうのが全てのスタートになると思います。はい。なので、ハイライト、自分の今の入れ方を流れ作業でやるのではなくて、何がしたくてここに入れてるんだろうっていうのをちょっと考えてみてください。はい、では今日は以上に。